クリミア半国、クリミア半国、クリム半国とも1441年頃から1783年はジョジウルスの後継国家の一つでクリミア半島を中心に存在した国家。首都はバフチサライ。クリミア半国の支配下でクリミア半島にはトゥルク諸語の一種を話すムスリム、イスラム教徒の住民が多く居住するようになった。彼らの子孫が 現在クリミアで少数民族となっているクリミアタタール人である。クリミア半国は15世紀中頃にクリミア半島にいたチンギスハーン公営の王族によって建国された。ペルシア語、旧ク語などで編纂された16世紀前後の系府資料によれば、ハージーギレーの先祖はチンギスハーンの長男、ジョチの13男であるとかテムルに遡る。 中止などのほぼ同時代の情報によれば、トカテムルは、ジョチウルスの東部を統括していたニー・オルダの元にいたと見られるが、その子孫の一派はクリミアにいたらしく、13世紀後半に、モンケテムル藩によって、クリミア半島の支配権を認められたと伝承されている。明らかな歴史では、クリミアは1238年に、モンゴル帝国のバツの遠征軍によって、最終的に征服され、 モンゴルのルーシ信仰、ジョチウルスの下では、右翼の一派として、ソルハと、ゲンスター・ルイクリムを中心として、ジョチウルスに属するトゥルク・モンゴル系の集団、後にタタールと呼ばれる人々の主要な居住地の一つとなった。14世紀後半、バトケ及び東方のオルだけの断絶に伴って、ジョチウルスが混乱すると、特に右翼では反を称する者が乱立し、クリミアは、次第に、 ジョチウルスの中心都市サライを支配る藩から自立するようになった。貨幣資料からは、バシュテムル、または、なる人物が、クリミアで、自らの名を刻んだ貨幣を鋳造していたことが、明らかになっている。1394年から1395年に、かけて、ティムール町及びシャイバーニーヤサで編纂された、刑府資料によれば、彼は、この頃のサライの藩であった。 トクタミシュのハトコであり、かつの地にサライの藩を経て、火山藩国を建国したのお地にあたるとされる。いずれにせよ、イスラム社会では、貨幣に自らの名を刻むことは、主権の宣言を意味し、この頃クリミアのタタールがサライの藩から相当程度独立していたことがわかる。1430年前後のジョチウルスの範囲をめぐる、激しい内乱の後、バシテムルの子で、 クリミアにいたは、リトアニア大公国の指示を受けて、自立を図り、1441年頃、クリミアにおいて、範囲を自称、独立を宣言した。一般に、これをもって、クリミア半国の成立とみなされている。ハージーギリエの死後、クリミアでは、藩の位をめぐって、ハージーギリエの息子たちの間で内紛が起こり、1475年に、オスマン帝国の介入を受けた。 オスマン帝国は、ジェノバが保有していたクリミア半島南岸の諸公湾都市を奪って事業に編入するとともに、内陸部から半島以北を支配するクリミア半国を従属国とした。一方、オスマン帝国の支持を得て1478年に、ハンノザを最終的に確保したハージーギレイの六つをメングリー一世ギレイは、オスマン帝国の保護下で勢力を蓄え、1502年には、 サライを攻略、分裂後のジョチウルスにおいて、正当政権と目されるダイオルダ、ウルグオルダを滅ぼし、ダイオルダの併合がこの政権に、ジョチウルスの正当な後継者としての権威もたらした。これにより、国会北岸をドニエップル川下流域から、北カフカスの一部まで支配し、タタールのみならずのガイオルダの一部まで支配する王国に成長した。なお、 その後クリミア藩国の範囲を独占した、メングリー一世ギレーの男系子孫は皆名前の後半にギレーの名を冠したため、この王家はギレー家と通称されている。1532年はバフチサライに宮殿を築き、そこへ戦とした。16世紀前半のクリミア藩国は、火山藩国へしばしば藩くらいの継承者を送り出し、同じく火山への影響力を強めようとする。 モスクワ大公国と対抗関係にあり、その軍勢はモスクワやトゥーラを幾度も包囲し、モスクワ大公国を大いに脅かした。正規半ばには、火山半国、アストラハン半国がモスクワによって、相次いで滅ぼされ、タタールの国々へのモスクワの影響力が増すが、1551年に即位したの率いるクリミア半国軍は、モスクワ大公国が、リボニア戦争、 1558年1583年の最中にロット戦争でオスマン帝国と共にアストラハンへ攻め込んで逆襲を試みた。1571年のではポーランドリトアニア連合王国と結んでモスクワを強襲しモスクワの町を焼き払った。1572年にもで再び攻め込んだが撃退された。またこのような大規模な遠征でなくとも クリミア半国のタタールや野外たちはしばしばモスクワ大公国の領内に攻め込み都市や農地を焼き払い住民を捕虜として連れ去った。このためにクリミアの都市の召喚は商品となるロシア人やウクライナ人の奴隷で溢れ返ったと言われている。モスクワ大公国は捕虜となった人々を奴隷身分から買い戻すために多額の支出をせねばならず、また 襲撃を回避するために、ジョジュウルスの政党継承者として、効能を課すクリミア半国の要求答えねば、ならなかった。17世紀に入ると、ロシア・ウクライナの方面では、コサックと呼ばれる、聖教徒の集団が、各地に現れ、ムスリムである、クリミア半国やオスマン帝国の領内に対して、逆に襲撃を仕掛けるようになった。また、ロシアでは、 南方の防衛体制がようやく整い、坂もぎ戦と呼ばれる防御ラインも構築されたため、世紀半ばにはロシアへのクリミア半国の襲撃はよく、下火になった。17世紀後半になると、モスクワ大公国、ロシア帝国は、ウクライナへと支配を広げ、クリミア半国と直接境界を接することになると、共にクリミア半国へは、次第にロシアの圧力が加えられるようになる。 1683年、クリミア半国の軍勢も参加した、オスマン帝国の第二次ウィーン包囲が失敗に終わると、クリミア半国もオスマン帝国の対ロシア戦争に巻き込まれた。18世紀には、ロシアの圧力はさらに強まり、1736年には、初めて、クリミア半島本土へのロシア軍の侵攻を許した。この16世紀以来のバフチサライと宮殿は、 ロシア軍の手によって放火、破壊されている。1768年に始まるロト戦争の後、ロシアは1774年の旧ュュカイナル字条約によってクリミア半国をオスマン帝国から独立させ、300年続いたオスマン帝国の保護から切り離した。これ以降、クリミアに対するロシアの影響力は急速に強まり、 1783年4月8日、ロシアのエカチェリーナ2世は条約を破って、クリミア半国をロシア帝国に併合した。このクリミア半国の消滅をもって、13世紀以来続いたジョチウルスは完全に滅亡したとみなされる場合が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。